山伏っていうのはその、そうですね、修験道は、まあ、仏教の一つに数えられてて、その、まあ、1300年前に円の行者が、始めたと言われてる、まあ、宗教の一つなんですけれども、仏教ともともと日本にある多分自然崇拝がこうミックスされて、まあ、神道的な考えがミックスされて、できた宗教なんですけれども、まあ、山伏というのはその山に伏してというふうに呼んで字のごとく感じなんですけども、山で修行する、まあ、修験道の、坊さんといったらいいか、行者って言いますけどね、はい。我々山伏というのは半僧半俗と言いまして、半分僧侶半分俗人ということになりまして、普段は私ども山降りたら、普通の仕事があります。私の場合は、まあちょっと共通しますけど、山のガイドだったり、神社の前でカフェを営んでたり、宿泊施設を営んでたりします。他の行者っていうのは本当にビジネスマンだったり、いろんな方がいらっしゃいます。よく皆さんイメージされるのは滝に打たれたりとかっていうのもあるんですけども、ほとんど多いのはやっぱり塗装業と言いましてね、山の中をただ歩くと言いますか、そうですね、フィジカル的に自分を追い込んで悟りの境地に至るというのが近いかと思うんですけども、僕が修行している中で一番感じるのは座禅って言って、まあ、座って瞑想する座禅ってありますよね。それの歩きバージョンじゃないかなと、歩き禅じゃないかなっていうふうに感じることが多いです。奥分け道修行行きますと、その本当に危険な場所とか、山道が急でハーハー言うてしんどい場所とかあるんですけど、そんなとこでもこう座禅ってこうただ座る、何も考えずにって、そういう境地で歩けると修行も成功かなといつもそういうふうに考えてます。大社の例大祭に来られてる行者さんたちは真言宗系なんで、僕が古くのとまた違うホラーを吹きますよね。曲がちょっと違う。そうですね。僕らこういうポンポンがついてるでしょ。これ天台宗系の行者さんの一応こういうポンポンがついてるのを今朝をかけるんですけど、天台宗系の人はこういう金具の丸っこい金具がついてる、金剛輪、輪法を言うんですけど、金剛輪にこういう小さい丸っこいのがついてるのが、天台宗系の人らが、真言宗系の人らはそういう袈裟をかけるんですね。でも最終的に、真言宗系の人たちも金具がついてるやつですけど、一番ハイエンドなとこに来るとこういう袈裟になるみたいですけどね、はい。やっぱりいろいろ宗派ってことないですけど、お寺ごとに違うみたいですよね。やっぱりね、やっぱりこう山で修行してるから、他とあんまり交流せえへんから、みんな口伝えで代々受け継がれてるいうのが、本当なんでしょうね。そのやり方いうのが、はい、同じ天台宗系でも、吉野の金峰山寺が吹くホラガイだったらホラと、僕らが吹くのとまた違ったりするんで、はい、やっぱりそれは、まあ、仏教っていうのは経典がありますけど、最終的に作法は口伝言うて口で伝えるところが、やっぱりそういうシークレットにせなあかんところが残ってるみたいでね、未だ残ってるみたいで、文章化されてないのがあって、やっぱり代々口伝えで言ってるみたいです。